ネットスケープのオープンソース化を経て生まれ変わったウェブブラウザモジラ Firefox はオープンソースの代表的な成果物の一つであるオープンソースとはコンピューターソフトウェアをバイナリープログラムのみの配布ではなくプログラムの設計図であるソースコードが入手でき目的を問わず利用修正反布できることの明示的な許可及びそれを利用する個人や 団体の努力、利益を遮ることがないライセンスを適用した、コンピューターソフトウェアと、そのソフトウェア開発の手法。オープンソースとはこれらを示すために作られた概念で、あり、それを表すために作られた用語である。概念を提唱し、推進のために作られた団体である、オープンソースイニシアティブでは、オープンソースと名乗るための要件として、オープンソースの定義を掲げている。 オープンソースという用語が作られる前年、1997年当時、フリーソフトウェアというものに対する、経営者や投資家の印象は、必ずしも良いものではなかった。一つには、自由なソフトウェアを意味する、フリーソフトウェアという言葉が、多くの場合に使われていた、無償のソフトウェアという意味と紛らわしく、無償という考え方は、営利目的主体のビジネスには馴染まなかったことがある。 また一つにはフリーソフトウェア運動を進める中心的な存在であるフリーソフトウェア財団がフリーではないソフトウェアに対して攻撃的であったことがある。さらに一つにはフリーソフトウェア財団のフリーソフトウェアが掲げていたコンピュータのプログラマとユーザーは何の制約も受けずにソフトウェアを他人と共有できるべきなのであるという主張が共産主義的だとされた。 そのような背景からフリーソフトウェアは営利目的の企業としては関わりたくない対象であった。1998年2月3日、パロアルトにおいてマイクロソフトのインターネットエクスプローラーとの競争でシェアが低下したネットスケープコミュニケーションズのブラウザネットスケープナビゲーターの立て直しの戦略会議が開かれた。会議では 製品の機能と品質の向上とシェア回復のために技術者の参加を募集する方法を誰でも開発及び供給に参加できる理念について議論していた。そこでソースコードの公開は有意義であるがフリーソフトウェア運動の急進的な思想は非現実的でありその極端な思想がビジネスの世界からは拒否されていると考えた人々は フリーソフトウェアに代わる用語と理念を検討した。そこで、オープンソースという用語をクリスティン・ピーターソンが提案した。また、オープンソースではあえて自由という点を強調はせず、むしろソースコードを公開するとどういうメリットがあるかを関心の中心とした。オープンソースは、フリーソフトウェア運動をしているラリー・オーガスティン、ジョン・ホール、サム・オックマン、マイケル・ティーマン、 エリック・レイモンドなどの会議の参加者に受け入れられた。翌週、エリック・レイモンドたちは、用語の展開を働き始めた。リーナ・ストーバルズは翌日、すべての重要な承認を実施した。フィル・ヒューズは、リナックス・ジャーナルへの投稿を提案した。フリーソフトウェア運動の先駆者である、リチャード・ストールマンはこの用語を受け入れることを、考えたが、後に考えを改めている。 1998年4月7日、ティム・オライリーが開催した多くのフリーソフトウェアと、オープンソースのプロジェクトリーダーが参加する、フリーウェアサミットで大きく躍進を遂げた。会議には、リーナ・ストーバルズ、ラリー・オール、ブライアン・ベイ・レンドルフ、エリック・オールマン、グイド・バン・ロッサム、マイケル・ティーマン、エリック・レイモンド、ポール・ビクシー、そして、ネットスケープ・コミュニケーションズのジェイミー・ザウィンスキーが、 参加した。その会議では名称について混乱を引き起こし、マイケル・ティーマンは新しくソースウェアを主張し、エリック・レーモンドはオープンソースを主張した。集まった開発者たちは投票を行い、同日午後に勝者であるオープンソースが記者会見で公表された。5日後の4月12日、エリック・レーモンドはフリーソフトウェアコミュニティへ新しい用語の オープンソースの受け入れの発表をした。その後すぐ、同月末にオープンソースイニシアティブが設立された。1999年6月、アメリカでオープンソースイニシアティブがオープンソースの商標登録を求めたが、オープンソースは一般的な用語であり、特定団体が権利を持つ商標にはならないと判断されている。これについてオープンソースイニシアティブは、 オープンソースが一般的な用語として周知されたことを歓迎する立場をとっている。2002年3月、日本ではオープンソースグループジャパンがオープンソース、オープンソースを商標登録している。日本での用語の利用に際しては特に許諾や制限は求められないが、オープンソースの定義と同等の扱いで利用されることが望まれている。オープンソースイニシアティブは オープンソースソフトウェアの要件として、オープンソースの定義を掲げている。オープンソースの定義は、ソフトウェアのソースコードへのアクセスが開かれていることを示すのではなく、オープンソースソフトウェアの配布条件として、完全に従うべき事項を示している。オープンソースの定義では、ソースコードを、商用、非商用の目的を問わず利用、修正、反復することを許し、 それを利用する個人や団体の努力や利益を遮ることがないことが求められている。オープンソースイニシアティブはオープンソースという用語の利用はオープンソースの定義に準拠したものにおいて使用されることを求めている。2007年にはシュガークムが自社のことをコマーシャルオープンソースと表現して オープンソースの定義に準拠していないソフトウェアライセンスをソフトウェアに課していたことを非難した。オープンソースソフトウェアとはオープンソースイニシアティブの掲げるオープンソースの定義に準拠したソフトウェアである。オープンソースイニシアティブはオープンソースライセンスというライセンスカテゴリーを管理しており、そのオープンソースの定義に準拠したライセンスのみをオープンソースライセンスとして承認している。 オープンソースソフトウェアはオープンソースライセンスが課せられたソフトウェアであると言い換えることができる。オープンソースライセンスはライセンスの反乱を防ぐために虚栄心による独自ライセンスや複製ライセンスを承認していないためオープンソースの定義に準拠しているがオープンソースライセンスと承認されていないライセンス及びそのライセンスが課せられたオープンソースソフトウェアは存在している。 基準はオープンソースの定義であり、その定義に準拠したソフトウェアはオープンソースソフトウェアである。オープンソースハードウェアの一つであるアルドゥイノウのオープンソースの概念はソフトウェアにとどまらず、集積回路やプリント基板、カナダドルデータなどの設計情報を公開し、共有するものはオープンソースハードウェアと呼ばれる。その種類は多子にわたり、ワンボードマイコン、CPU、 3D プリンター、人型ロボット、電気自動車などがある。ライセンスはソフトウェア用のものやクリエイティブコモンズライセンスも使用されるが、ハードウェア用としては、タップルオープンハードウェアライセンスやセルンオープンハードウェアライセンスがある。OSI 公認ライセンスのロゴオープンソースライセンスは一定の条件の下でソフトウェアの使用、複製、改変。 再販布を認めている。次の二つの条件はほぼ共通している。次の条件は、採用しているライセンスと、そうでないライセンスがある。オープンソースの概念は一定の成功を収め、オープンソースのソフトウェア開発の手法と意義の浸透をもたらしたが、自由を強調しないという点は、フリーソフトウェア運動の支持者からの攻撃の標的となることがある。 1999年2月17日、オープンソースイニシアティブの創始者の一人、ブルース・ペレンスは、オープンソースが、すでに成功を収めたこと、そしてオープンソースが、フリーソフトウェアから離れすぎていることを挙げて、今こそ、フリーソフトウェアについて再び語るべき時だと述べた。2007年、フリーソフトウェア財団の代表リチャード・ストールマンは、オープンソースの概念は、 フリーソフトウェアが主な目的としている利用者にとって重要な自由を守るに足りえないとしてオープンソースはフリーソフトウェアの的を外していると批判した。またストールマンは2013年にフリーソフトウェア運動が問題視している利用者の自由に対する制限の不当性をオープンソースは問題視していないと述べフリーソフトウェアの理念をまさしく伝えるため OSS ではなく フリーソフトウェアとオープンソースを複合した用語のフロスの利用を推奨した。ありがとうございます。